皆さんこんばんこばはマイクを見たらすぐ歌いたくなる武田でございますけど <laughs> まあいつもあのテレビショッピングも見ていただいてありがとうございます、まあ、今日はですねあの偶然にですねびっくりしたことがありましてね背広姿私と披露しますけどちょっとネクタイをしてますでしょもう64になるんですけど実はここに福岡に来まして気づいたことがありましてね笑わないでくださいよ昨年の12月にあの利益還元祭というのを我々はやってるんですよ 1> 1年間の利益を還元します郷ひろみさんとねテレビコマーシャルに出た時のスーツなんですこれ先ほど気づきましたらねびっくりしましてねこれ見られちゃまずいなと思ったんですけどこ利益還元祭ってですね、まあ、女房も気づかよに出してたんでしょうけどもね、まあ、こんなバカな話からスタートしますけどもいやあのー、本当に今日はあの光栄の至極でございまして。 あの堀さんとは学長とは大変ね婚姻させていただいてるというかよくお会いさせていただくもんですからお話があったときに私で務まるかなと思ったんですけどもまあ,あの堀学長の、まあ、願いだったらなんとか務めてみたいと思ってやってまいりましたでも私は最初にですね私がここで喋っていいのかっていう話を一番最初にしますねジャパネットは皆さんご存知に「減収減益」というねこれ2年続けてピーク時。 2010年が一番ピークで1759億の売り上げだったんですよ。それから2011年12月の決算なんですけども1530億に下がったんですね。で昨年の12月大変ですよ1170億これ600億ぐらいっていう下げてるんですよ。こんな社長が話して皆さんにいい話ができるのかということでですね参ったんですけどもまあ実はなんでそんなに落としてるかって言ったらテレビが売れないと。 テレビが全く売れないと言っているぐらいに一番売っている月はですね一ヶ月に200億とか売ってましたね平均の100億で今はですね5億から10億ですだからもう極端に言ったら売っている月の200億が10億で190億を落とすとかですねまあそういう中で私が決断したのがムーブジャパネットというですねまあこれ逆にですねこういうことにあの惑わされて経営はぶれちゃいけないというのが私の まあ確かな信念でございましてねまあこれあの上場しなかったっていうところも私の信念で良かったんですよで何で上場しなかったもうこれあの100億200億などに上場しませんかと多分私が上場する経営者だったら全く違った道を歩いたと思うんですけどもまあ人生も企業も山あり谷ありねまあほにいい時も悪い時もあるんですだから私はもう常にですね心をぶらさずに 自分たちの考える企業のミッションを世の中に発信していきたいということをずっと思ってきました、まあ、私はあの64歳ですけど今この年になって思うのはやっぱりですね企業も人も何のために企業を起こすかということなんですねここの部分も皆さんは多分あのすごく熱意に燃えてらっしゃって起業したいという方もたくさんいらっしゃると思いますけども一番大事なのはそこだと思うんですよで一時ですね企業は誰のためにあるんだと 株主のたためだとということを言われました私は全くそんなこと思わないんですよ。企業はやっぱり人のために果たしてですね果たす役割があってそのために企業があるんですと税金を納めてそれがインフラになり社会を良くしていくという子どもの教育にお金が使われていくというですね確かなそういう気持ちを持つということが一番僕は企業の中で大事なんじゃないかなと思います、まあ、年を重ねていけば誰でも自分の幸せから周りの人の幸せを願うようになります。 企業も成長していくにつれてです、ね、そういうことを求められてきますでそういうコンセプトをやっぱ持ち続けていかないとだめだと思いますで私は今1170億と申し上げましたけども実はテレビが売れてないだけで他のものはめちゃくちゃ売れてるんですよもうとんでもなく売れてます、まあ、今年の2013年の1月5日に全国一斉のチラシを入れました一日のコール数がもう本当にねまともにとったら20万コールとかです取れないんです で社員は3日間10時ぐらいまで全員残りましたけどもう電話が追っつかないで商品はなくなるし今でも炊飯ジャーなんかはですね1月に受注したものが3月まで待っていただいてる状態でございますだからテレビ以外はめちゃくちゃ売れてるんですでもやっぱ経営の財務はどうかってっ財務はですねテレビを売ってる時でもすごくいいんですよだから私はこういう環境の中でやっぱ心の持ち方だと思ったんですね 常に僕は前向きにポジティブにですねあることを受け入れていく人生をずっと歩いてますから悩みません全く悩まないただただあったことは受け入れていくという、まあ、これがね起業をするときにすごく大事な心の持ち方じゃないかと思いますまあ心がぶれて弱くなったらですね起業は継続できないんですよそのためには強い信念を持つという覚悟がいるというんでですね実は今年は覚悟の年ということでですね私が 全国に発信したメッセージは何だと言いましたらこれヤフーなんかでも出たんですけどもでそれを発信しましたらね新聞社の取材がめちゃくちゃ多くなりましてねで実は今日 NHK の11時からの番組で仕事のし仕方か何かで2週続けてあるんですけどもちょっと僕見れないんで帰ってビデオで見ようと思ってますけども取材受けてますでえらいねそういうあの話がありましてその覚悟は何かと言いましたらねま昨年の12月に 利益がでですね73億でしたで私はね昨年はみんなにメッセージを出したのはもう売上げは、ね、下がることはテレビが売れないからいいともう今年1年12 2010年いいんだから利益だけはね少なくともねその前の年の1円でもいいから増収しようよと言ってねそれが74億だったんですけど残念ながら8000万足らなかったんですよでも売上げ300何兆個として利益は維持してるじゃあやってやろうじゃないかと。 社員にメッセージを出しましまた2013年最高利益が136億数千万だった2010年の利益を超えようじゃないかとで今年はですね2010年の137億という目標を立ててます利益を過去最高益です社員に行ったんですよこれが達成できなかったら12月に僕社長を辞めるって宣言してるんです社長辞めるよってでこれ公園でこのような場所をいた いただく時にも全全部部人2000人までで話をしたんですよだそれがだんだん伝わって取材になったんですけどだから今はですね我が社もどういう状況かと言いましたらです、ね、社員の方がですね必死に頑張ってくれてます1月はですね昨年と比べて収益が7億ほど改善していますでもねギリギリの戦いだとでも私は結果的にその結果がどうなるよりも やっぱ男の覚悟とか企業の覚悟、信念というものはそういうものをやっぱり企業として出していくということもですねやっぱお客さんと一体になってビジネスをする上ですごく僕大事なことだと思っているんです。ですから皆さんもどうぞ12月31日の決算これ大体12月だと見えてきますから、まあ、私が社長を辞めた時には過去最高益に行かなかったということですね、まあ、もしも行きましたらどうぞ拍手くださいメールでもくださいツイッターでつぶやいていただければいいかと思います。 まあ周りではやめないでくださいよとでもやめるやめないじゃなくてでもすごくいいことがあるのは、まあ、私は1000億というです、ね、長崎県の佐世保でお客様から売り上げを頂いた時に一番感じたことはですね企業が大きくなるということはやっぱり社会的責任 CSR すごく大事なんだなということを本当に自分で身にしめて感じましたこれはお客様の期待に応える期待,にえ期待を超えていくというこの 一線億をこう超えたときにですねまあこれはねしっかりしなきゃいけない心を新たにしたというのは本当の気持ちでございましてそういう意味でもですね今年は本当に覚悟の年頑張っていきますから皆さんあのテレビでも何でもいいですから1つ12月には買ってくださいね <laughs> で今日はあのマスク姿の方がいらっしゃるんですけどもなんかかかか、風邪をひかれてますすそうですか今体験の,の空気清浄機本当売れてるんですよ。 レイコップって皆さん知ってますちょっとあの私は原稿がないんですね。一番長いテレビショッピング50時間やったんです50時間原稿なしです。原稿あったら僕喋れりません。順番に喋らなきゃいけないっていうんで、喋ゃれなくなるんですよ。だから、かなり僕、終わりが多いですよ。これで終わりましたらまた終わりなんですで。女房がいつも言って、あなたの話はね、いつも終わりがない多いねって言うんですけど、原稿がないですからね。で時々話してたら、どこに行ってたか、あの入り口が忘れて戻れなくなる部分があるんですよ。でも今大丈夫、マスク。 レイコップって知らないでしょ知っててる方手挙げてくださいここでレイコップあ一人二人さんありがとうございますこれね実は韓国の商品なんですけどねお布団のですねダニなんかを吸い取るというねクリーナーなんですよでこれ昨年のですね夏ぐらいからジャパネットが全国に販売しようって,って売れしたらですね今月なんかもう4万台もう来月はですね5万台やっても足らないんだけど作れないメーカーがでこれは私のね思うビジネスなんですけども やっぱりあのビジネスをなされる方というのはその覚悟というのをまず持つことが大事ですけどもやっぱり伝える力をねやっぱり学んだ方がいいと思いますで。これはグロービスの堀学長がずっと20年間やられている中に僕は、ね、共通するものがあると思います。先ほどもちょっとね10分ほどお話しさせていただきましたけどもやっぱり日本という国もですね今の若者でもですね見ててですね使え伝える力が弱くなっているような気がします。 だからこのレイコップがなんでそんなに買っていただけるんだと思ったら不思議な話でしょこれね紫外線を当てるんですよ、っと UV ですで紫外線でダニなどをですね弱らせてですね1分間に3000回布団をバタバタ叩きながらですね滑らせるだけでそれで吸い込んでいってねそのアレル物質なんかを吸い込んでいくんですよこれ聞いてるだけで特にお母様方も買おうと思ってると思いますよこれスマートフォンで買いますからジャパネット検索してください。 今万円いや本当ですよだから伝えることによってです、ね、ものすごい、ね、成果が出るんですけどあのビジネス起業をしたいという方はです、ね、あの形を作ることも大事ですでも一番です、ね、大事なのは作ったものをどう伝えていくかという、ね、伝える人がいなかったらもうどんなに素晴らしいものを作ってもだめですでこれは、ね、私の経験の中に、ね、たくさんあのショッピングの中にあります まあ、ある三重県のです、ね、陶器屋さんがやるんですよね、伊賀焼きという、ですねあれは昔はですね三重県は琵琶湖の底だったんですよ、固定だったんですよ。だからその粘土を使いますから、あの例えば土鍋なんかをですね作ったときにです、ね、プランクトンが入ってましたよねそこで息をすると、それものすごくおいしいですね土鍋の鍋物ができるんですよ。でこれをですね長谷園さんという、まあ、私よりも10歳ぐらいの当主の方とですね 佐世保においいいたただててテレビショッピングしまししままこれれが売れましてねもう生産をつかないっていうんで,です、ね、何千台かまた減ってですねもう2か月余待って,てもお客さん待ちますよってそれで僕はその三重県までね中継車がありますんでね中継車を飛ばしてね三重県まで行ったんですよそれで上り窯とかを窯を見ましてねとお酒飲みながら話させていただきましたその時にいいお話聞きましたよ400年の歴史があるその伊賀焼の里 なんで今まで全国で有名にならなかったんですかとおったしたら皆さん何と答えたと思います高田さんいいことを聞いてくれたとおっしゃるんですよ。そうなんです。この町は400年生職人はいたけど商人がいなかったんですとその商人は私がやってこれだけ皆さんね陶器が売れてるんですというこれはですね本当にですねどんなに素晴らしいものを作っても伝えることが大事だということを僕はすごく思ってます。 だから日本の、ね、生産、ね、製造技術が韓国や中国に負けたというのは、私はです、ね、家電が中心ですけど、絶対に負けてませんよ。日本の技術はです、ね、世界最高水準です、今でも。まあ、シャープさんのイグゾーなんかもそうですよ、液晶のね。あれでもです、ね、それをどう伝えて採用してもらうかというです、ね、これは手腕もいるんでしょうけども、たくさんの技術がです、ね、日本の中には、ね、眠ってますよ。例えば新幹線の技術 あれは車両の技術もさることながらあの運用の技術というのは、ね、世界有数ですあれだけ1分間大きいんですよ東京でも大阪でも新幹線がどんどん,どんどん入ってきて事故一つ起きないというですね。これはまさしく日本人だからこそできる技術なんですそれが海外に輸出する時にどうして中国韓国なんか負けていくことがあるんでしょうと、ねまあ、これは中国韓国の方もいらっしゃるかもしれませんけどもこれはその批判じゃなくて考え方としてお聞きいただければいいかと思いますそれを伝える。 という術が国を挙げて、やっぱ企業を挙げて、そういうことをやっぱりやっていかないと伝わらないんじゃないかということが僕、すごく思うんです。だから私もですね今日は夢持ち続けて日々精進という話をタイトルに挙げさせていただきましたけど、私が今一番考えて、もしもですねお許しをいただいて、一生の中で一回だけ本を出しなさいとかいう話がありましたらですね、はい、多分私は。 60秒にかける人生というねこういうねタイトルにするかもしれません演題をですねこれなぜかと言いましたらよく皆さんテレビショッピングで90秒60秒のショッピングを僕やってるでしょ素晴らしいイントネーションここ笑うとこですよこ素晴らしい言葉遣いまあ皆さん言うんですよ私がねなんかなりがあるって絶対ないですよねどうですかありますか うちみさんだったら分かりますけど、ありますかねあれはね、佐世保なまりじゃなくて、平戸なまりです。私、長崎県の平戸ですから、平戸はもう、ばってんばってん、キャーキャー、キャーキャー言ってます、これはいくらキャーとかですね、私も時々平戸に帰ったら、俺、こんな言葉使ってたのかって今思うようになりましたけどもね、でもやっぱりですね、やっぱ伝える力っていうのは本当に大事です、皆さん。だから皆さんが 何かを作られて製造業でもですねサービス業でもいいですよそしたら自分たちが持っているものを周りの人に伝えることをねどんどん僕やっていただきたいと思いますこれができたらですねおそらくですねビジネスは50%成功しますでも後の50%は何かといったら伝える力もですけど覚悟ですまず人の中にはですね同じ能力の人が2人いたとしますよね そしたらです、ね、自分は絶対できると自分を信じる人とどうかなと同じ能力で思っている人ではどちらが成功するかっ,て言ったらですね、やっぱり自分ができると自分を信じている人は絶対に勝ちますよだからまずは自分が自分を信じてそしてやり続けることというねそして夢を持ち続けること,ということにつながってくるんですけども、まあ、私もです、ね、夢っていうのはずっと形を変えていきますよね。 で僕はあの採用活動で東京、大阪とか企業の活動で行ってスピーチをするんですけども学生さんの前でですねまあ皆さんには今夢があるでしょうとでもね30歳になって40歳になってその夢を持ち続けますかって皆さんの中も,もうサラリーマン生活とかいろんな経験をなった方が、ね、来られてるというですね今日はグロービスお金出してまで来に来られてるやっぱり本当にですね自分でまず自分を信じてできると信じた瞬間にですね この企業をやろうと思ったらね不思議とですね夢が叶うんですよだからもう絶対にこれをやり通すっていう決断をした時にまあ極端に言ったら数字合わないかもしれない8割成功します絶対にその後はやっぱ伝える力とかですねやり続ける力とかですね続けることなかなかこれが続けることが難しいでしょ今ここにですねいらっしゃる20代の方いらっしゃいますねちょっと上ですかねもう少し まあ時々勝手なこと言いますからお許しくださいでもですねやっぱり20代の時と30代40代になっていく時の夢って形変わっていくでしょう変わっていっていいんですよでも1つ問題なのはねその夢を、ね、持ち続けることができてるかと私も同窓会とかこの前還暦の祝いで4年前にやりましたよね「高田お前頑張ってるな」ってみんな仲間言うんですよありがとうなあって俺も、まあ、夢もあったんだけどなーと酒飲んでた話したんですよね そうって俺は今でも夢を持ち続けてるよっていう話をするんですよ。いやもうちょっともね夢もねっていう話になります。でも人間は100歳になっても110歳になってもですね何歳になってもその自分の夢は形を変えながら夢を持ち続けることができるかどうかっていうことがその夢実現の大事なポイントだと思うんです。だからもう夢を持つだけで絶対だめです。自分は今夢を持ち続けてるかと。かグロービスのの皆さんこのね福岡に もし入られたらですね、その2年間の中でね、これだけはやるというですね、夢とかですね、その目標をです、ね、持ち続けてくださいで。それを達成したらですね、次の夢が出てくるんですよ。夢が形変わるというのはですね、だから起業するときに何かをやろうと思ってこんなことをやろうなんて、ね、最初から決められる人は誰もいません。形が変わっていくんです。まあ、その後私どもがなんで通販に入ったかの話をちょっとさえていただきますけど、形が変わっていっただけのことなんですよ。でも夢を持ち、 持ち続けることで夢は叶ううんですすけどももう一つ大事なことがあります夢は持ち続けてるって言うんですよ。でもダメだったって話になります、同級生が。頑張ってるって言ったら、ああ、頑張ったさっったの、当時、20代、30代、俺も頑張ったんだよって、ね、今はって言ったら、今はもう定年したもんとか言うじゃないですか。でも私は今ぐらいにアグレッシブに生きてる64歳の人生ないんですよ。 私は1年間休まないと社員に宣言しました仕事がある限りほとんど休んでません土曜も日曜日も月曜日も朝からスタジオの立ち夜はほとんど10時11時まで会議していますで今日も多分12時ぐらい帰るんですけど明日また7時半からテレビの放送ですでもこれは自分の習慣になっていますこれはやり続けることによってですね必ず夢がねだん,だん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 自分のもとに、ね、近づいてくるんですよだから本当に今日の 題名で、題は夢を持ち続け、続けですよ、この続け、日々、精進し続けるという、ですね、まあ、これだったら絶対に夢は叶ってくると思います。でジャパネットの方は、私はあの堀学長はもう英語はネイティブですよね、ハーバードに行かれてですね、私、2、3年で引退したらですね、アメリカに3年、女房に行こうと言ったんですよ、もう一回英語を勉強したいってで。私の人生はあと50年生きるって言ったんですよ、社員には宣言してます。 でこれ歳ですよ皆さんとんでもないと思うでしょでも最近ね、51年に変えました。あと5十年生きると。なんでなら、ギネスブック、115歳です、男性が。51年生けないと、110円はもったいないと。で私は自分の中に、あと51年生きるんだと。そしたら、おそらく100歳まで生きるんじゃないかという、これ、自分のやっぱ生き方なんですよね。それで、私がこの会社がですね、ジャパニー・タカタッチ会社ができましたのは、何にもね、特別なことしてません。 ただ、目の前にあることをやり続けてやり続けて、もうがむしゃらに走り続けて、そして今も走り続けている自分があるだけです。これは本の中に、自助論という本がございます。皆さん、一度、自助論という本を調べてみてください、インターネットにありますから。これはですね、音楽家とかね経営者とか政治家の話が全部載ってます、有名な方が。すべての方がおっしゃってます。特別なことは何にもしてないと。 ただ目の前に与えられてやらなきゃいけないことを一生懸命そこに集中していったら課題が出てきて次の課題次の課題どん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 やってるうちに自分が一流になりましたと。で、本の中でも書かれてます。1日3時間10年間続ければどんな語学でも全部マスターできるどんな問題でもプロになれるということだから続けることの大差なんですよ、そこでは。それを続ければやればいいんですけどもなかなか続けないことをね、多席にして。 こうだああだだって言ったらそれでできるわけないですよねだから私は本当に続けることの大事さとこれはステップはステテッッププです例えば皆さんが今30代の方がおっきくなった時に例えば柳井さんの本を読まれるとか松田幸之さんの本を読まれて素晴らしい、ね、こういう方の本を見て成功したと思ってもですね皆さんは一日にしてそういう会社作ってませんよねそれは本当に形を変えながらステップはステップで自分の理想を近づけてどんどん編み出していってるんですよそういうことを。 だから私もですね、私がこの通信販売に入ったのはラジオショッピングでした。私、30の時に長崎県の平戸から佐世保の三河市という4000人ぐらいの町に出てきたんです。女、ま、房、あ、と子供一1人、今3人いますけどもそしてカメラ店ですごかったんですよ、当時は偉かったんですよ、僕は。長崎県の平戸市に。 カメラに父親がやってまして兄と弟妹全部写真んです私はサラリーマンで海外行ったりしてましたから継ぐ予定なかったんですけど帰ったら手伝いっていうの手伝ったんですよ25歳からそれでたまたま女房と出会いまして27歳で結婚しましたで30歳で子供できて佐世保初代カメラの高田佐世保営業所長で行ったんですよこれすごいことですよ私にとってみたら大出世ですよそれで三河町に行ったんですけどもね それから自分の人生が始まったんです。で私はですね40歳までね、嬉野しのの温泉ホテルでカメラ撮影してましたよ、スナップ写真を。40歳。テレビショッピングに入ったのは45歳です。だからこれはね、人生に遅いということは絶対ないですよ。今ですね、40歳の方いらっしゃったらですね、今から自分変わるんですよ。今からだけど、絶対に遅いことないです。それはずっと一生懸命やってる成果であるならば、必ずね、それはね、成果につながります。そして三河市に来ました。フィルムが集まらないですよ、全然。 だって4000の町でしょ、日本、日本でしょ、商売できません、フィルム集めようと思ってね、まあ、2年か3年で500本ぐらい集まりになりましたよ、その時フィルムはどうして集めるかって考えたんです、甲板をね、ずっと立てていきました、そしてそこに集配に行って、フィルム集めてくる、そしたら大手が入ってきます、負けちゃうでしょ、じゃあこれはね、勝つためには何をすればいいかと。今あることを これを国王何をすればいいかというのをその時点で考えるんです。最高に自分で考える。簡単に今日できますと。当時、プリンターが23分仕上げという機械が出てきたんですよ。で700万ぐらいです。お金ありません。リースしました。まあリースすればですね、まあ、月に14万ぐらいで買えるんです。返していけばですね。で、銀行には借りないし、信用がない。それで機械が起きました。 で甲板を、ね、100 200それ大変ですよ、周配ですから、ずーっと集めてます。私も3時間ぐらい回ってあの集めてましたよ。そしたら、だん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 ですね、あの大手が来て、そこに今日できますというのは、朝出したものが夜できると、スピードでは勝つんですよ、福岡とか熊本から来るスピードよりも、我々は地元ですから、それでフィルムが500本とか集まってきたんです。それで、フィルムはもう最後は焼けないぐらいにあの集まりました。それでです、ね、7年ぐらら、いでちょっと視点を出しながら そのカメラで2億7000万ぐらいのカメラの4店舗になったんですよ。まあ、その時は面白かったですよで。ちょうどその当時ですね、パスポートサイズというね平成元年です、ソニーのパスポート。まあ、これが出てきましてね、ビデオが、ね、売れると思ったんですよ。で、ソニーに頼みに行きました。そしたらね、ソニーショップにはダメだって言うんですよ、実績がないと。まあ、代理店だったらいいよって。じゃあ代理店でお願いします。それから訪問販売しました。写真屋さんっていうのはね フィルムを買いに来て撮影したら持ってきて仕上がりを取りに来る3回来ると言われるんですよだから奥様方が子供さんの写真焼いてるから分かるでしょそして訪ねて子供さんがいらっしたら家に訪問するんです訪問販売それでですね1か月間に三河町の町でですね100台売れたんですよ19万発のビデオがだ九州でね2番組だったんですよ面白いカメラ屋があるなってソニーで結構評価していただいたんですよそれでソニー製品を集まりにやってニーショップになったんですそれからまた今度はですね もうフィルムを並べるフジカラーの店とソニーの店を置いたんですよ。それからね、ちょっとね、もうどん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 時代が変わってきますから、カラオケ、当時のレーザーカラオケがですね、流行ったんですよ。それで、今度、パイオニアに行きました、俺、入ってくれと。そしたらですね、もう店で何をやるかって言ったらね、カラオケ大会です、チラシを巻いて、50人ぐらい応募があって、我々はが審査員やるんですよ。売り上げのですね半分以上は今度、カラオケになっちゃったんですよ。 でカラオケが買っていただける、ソニーの商品が買ってもらえる、ね、フィルムも集まるし、カメラは売れるしというので、だん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 大きくなっていったんです。それもです、ね、特別なことをやったわけじゃないんです。目の前にやろうと思うことを、一つ一つ自分でチャレンジしていただけることです。だからソニーショップの店の時もですねまも、あ、チラシを入れても,もうほとんど同じですよ。300万売れればね、10年続けても300万以上はいかないんです。それどうするか、ポスティングしようと。一件一件 普通ですねソニーショップになったら1000件ぐらい巻くんですよ、袋の中に入れて。ですねでも私はですね1万件やろうって言って、前輪の地図をね全部して、ですね知り合いのおじいちゃん、おばあちゃん、70歳から80歳の人でも全部集めて、ですねその当時はライトバンが3台ぐらいになりましたから、送ってあげて、あの町、この町、全部ポスティングしてもらったんです。そしたら1万件のポスティングをしたら、やっぱり売り上げは700万、800万になるんですよ。そういうふうにして、ですねカメラ店をどんどんやって、あの当時はですね、 カラーのの作を長崎ににろうとか自分の頭に描いいたた瞬間がございましたでもそうするうちにですね僕ラジオを使ってその店舗の改装とかをですね宣伝するということをやってたんですけどもその時にラジオショップに出会ったんですよそれで一回喋ったんですそしたらまあたまたまね1万9800円が50台売れたと100万ですよその三河市の店っていうのは月の売り上げまだ300万とかですそれがね5分間で100台ですよ やってるうちにですね、でも当時はですね、厳しいんですよ、放送局、福岡なんかに広げようと思ったときにね、5分しゃべるのに福岡まで来なさいです、行ってました、僕、電車で、1日がかりで行きました、沖縄に行きました宮、宮崎に行きました、それも年にですね、3回とか4回しかやられてくれない、それが放送ビッグバンじゃなかったんです、でもそれでも全国のネットワークができないかなと思って、ずっと北海道まで行きました。でも大変でしたよ、北海道行ったところは。 はい、ご注文ありがとうございましたあところでお宅はどこ今札幌のどこねっていやすいません長崎の佐世保ですったらええー、佐世保すみません電波飛んで北海道放水の佐世保の人が商品を送ってくるんでちょっと考えますと切られたんですでもその時にね私はねナショナルブランドを扱ったんですやっぱ品質にこだわろうとお客さんの目線でやっぱり商品は出さなきゃいけないソニー製品を扱ってきたキャノンを扱ったどこでもお店であるものを通販したって売れないだろうって言われたんですけども でもそれだからこそ、そのナショナルブランドを扱ったんですよ、安心のために。だ3年間、ラジオでね、僕の記憶の中ではクレーム1件もありませんでしたよ。で、クレームがあったら入れ替えますから、あの商品の不具合はですね、入れ替えて新品を送ってあげるとかですね、そういう中でラジオからテレビに行ったんです。待てよ、ラジオ聞いて、どれだけいるんだろうと思ったらね、当時5%ぐらいっていう話だったんですよ、ラジオ聞く方が。いやテレビでやってみよう、テレビの世界に入ったんです。それから東京のですね、銀座通りにですね、 2坪ぐらいの僕は事務所を作ったんですよ。ハウスエージェンシーを。自分の会社のですね。なんでかというと電通の周りに全部放送局は集まりますからそこに集まったんです。そこで銀座に僕行ってですねでそこで営業してました。そして枠を頂い,いてテレビショッピングの世界に入っていったんです。そうするうちに電波がどうしてもご年配の方が苦手という方がいらっしゃって物は変われない。じゃあペーパーかなというんでチラシをやらだしたんです。だからチラシでもですね あのビジネスというのは、ね、投資はです、ね、やるときには大胆にやった方がいいです。もうちょこちょこちょこっとやって、ね、経費をです、ね、積み上げていくよりもやるときに一発でボーンと、ね、やっぱりその存在感を示すというこれは、ね、もちろん計算がいりますよだから、まあ、そういう世界に入られたらやってみられたりうちはです、ね、今、えー、4000万近くのチラシを一斉にまくでしょあるいはです、ね、トラックにです、ね、10トン車に100台200台ですよ紙の量だけで。はい でもね全国に巻き出したんだけどね、今度はチラシは、ね、2年続けたら売れないんですよ、同じように。だから、あのコマーシャル、テレビコマーシャルチラシを見てくださいというのがこのチラシなんですよ。はい、何日の朝刊チラシをって、私がやったんで、ちょっと10年過ぎたら足らないかと郷さんに頼んで、すね郷ひろみさんと一緒にやったんですよ、国分大さんとか。かそしたらやっぱり、チラシを見るために何億かの金をかけますよねで。1年目にはね、ある評論家がね、インターネットに書いてましたよ。 高田社長は多分やめるだろうとあるいはコストが合うわけじゃないと億の金をかけて宣伝してもでも僕はずっと十何年続けていますでもそれはそれで効果があるんですやっぱ企業というのはそしてだんだん一つずつ積み上げていくことによってですねあの自分が目指すものに進んでいけるとでもねこれ人生と同じように企業はね終わりがありません常に大きくなればなるだけですねそれだけやらなきゃいけない課題がいっぱい出てきますだからこれは経営者になりたいとか企業を起こしたいっていうことは その責任を私が負うというです、ね、確かなやっぱり自分のです、ね、信念がなかったらです、ね、経営者になっちゃだめだと僕は思います。本当にもう10人とか100人の規模の問題じゃないんですよ。やっぱり事業を起こすということは社会に対してです、ね、消費者に対して責任があるということですよね。これすごく大事なことだと僕は思います。ですから私は8年前に情報流出しましたよね。あれれは、ね、立派なな対応だと言われますすけど、ね、とんでもないでもい あれはやっぱり大変なご迷惑かけてるんですから社員に言いますよ、これは一生背負っていく問題であると。しかし私は50日間ぐらい全部の放送をやめたでしょ。あれはね、偉いとか偉くないの話じゃないんですよ。企業の生き方なんですよ。やっぱり自分がいいですよと商売をしながら、そういう問題を起こして、どうしてし自分が仕事を続けられるかと、だからこれは問題を解決しようと思ったんです。解明に力を注ぐということでね、全部締めました。さあ、大変でしたよ、それは。 取得の手を借りながら我々がもう6年ぐらい前のことをずっと調べてですねそして犯人が社員だったんですねやっぱそういうこともあります残念ですでもそういう経験を踏まえて私もだんだん強くなられていただいてますし起業をしっかりしていかなきゃいけないっていう使命感にも燃えるようになってきましただからまあちょっと自慢げに聞こえたらお許しくださいねそんなことじゃないんです私は覚悟を持って夢を持ち続けて一日一日死ぬまで人間は努力をし続けて初めて夢叶うという でその中で私があったことはです、ね、もう受け入れしかないと思うんですよ。この2000、ねあの、アメリカでのテロがありましたよね。2001年。あれからもうどんなことが起こりました湾岸、ね、ンン戦争ありましたね。SARS ありましたね。インフルエンザありましたね。東日本の震災がありましたね。もうこの10年と12年はですねもう2年おきぐらいに、ね、大変なリーマンショックが起こってますよね。でもそれを理由にしてたらですね。 理由にして何が変わりますすかかとということですよだから私はテレビのことでテレビが売れないというときに600を落としてですね落としたから自分がへこたれててね社員がついてくるかという話ですだからそれをね跳ね返してやろうじゃないかというので私は東京六本木にね34階にです、ね、スタジオを作りました皆さん知ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますまあなんで佐世保派というのに六本木に作るんだよと言われますけどこれは本社は佐世保なんです動きませんでも私が一番考えたのは 六本木の34階のね泉ガーデンのビルに立った時にですねあこれはジャパネットのためにこのビルは立ってると思ったの瞬間的にちょうどここと同じです100坪ぐらいで天井がですね5メーター50ぐらいなんですよねそういう空間は僕汐留とか全部見て回ったんですけど一軒もなかったんですよ一つのオフィスが全然ありませんでした見た瞬間にあこれジャパネットのためにこうスタジオを作るてとあるんだと思ったんですよで全部総ガラスりです それって半分借りに行ったんですけど、見てるうちに全部借りたくなってね、契約しますって言ったら、ですね契約したらいいんですけどね、1ヶ月間の家賃が何千万です。でもそれはね、その分買い取り返せばいいじゃないかってみんな言うんですよ。そして、こう見たら東京タワー見えたんでまんま見えますから、スタジオから。スタジオ2ヶ月で作りました、2ヶ月で。あそこね、フロアはコンクリ、生コン上げて、ですね全部フロアコンクリートなんですよ。そしてカメラを置いて、今そこからもう放送開始してます。ものすごくスピーディーにあります。時代が早いですから。 だから東京タワーが見えて、こっち見たらねスカイツリーですよ。で反対側の事務所の方う見たら富士山見えるんですよ。で、私の心に何が見えたと思う別のものが見えたんです。非常に見えたものがあるんですよ。ずっと奥見たら北海道見えたんですよ。本当ですよ、北海道が。で、反対側見たら沖縄が見えたんです。これはね、日本全国を見渡せるこの場所からやらない手はないだろうとね、私は心の中にですね、その映像が映りました。 だからこういう時期だからこそ社員と一緒にやっぱり企業の使命を果たしたいと思って動き出したのが六本木の34階のスタジオでございますまあ今も本当やってよかったと思ってますでもう一つありましたやっぱ企業が大きくなったら社員教育という問題もですねそれに慣れてきますそれが当たり前と社員が考えになった大変なことでございますだから私は覚悟でなぜ最高影響いかなかったらやめると言ってるかというのは社員に対して言ってます 社員が本気でここで頑張ることがどれだけこのジャパネットを100年企業を残すための布石になるかということを思ったんですよ。そして会社の中にね競争をね持ち込もうと思ったんですだんだんですね仲良しになってくるんですよみんな言いたいことも言わない同じ部署でもですね改善することでもですねその人のことを考えて優しくするでも私は違うと思うんですね やっぱり正すものは正す、言うべきものは言うという競争原理が働かなかったら、お客さんへのサービスが絶対できてこないと思ったんです。ですから私は、競争原理をこの会社の中に持ち込むためには、東京は私は全くタッチしないと。だから私は東京のテレビはほとんど出ません。まあ、全部若者です。行っても半分以上知りません。誰が働いてるかも。全部私の長男が今、副社長してますけど、任せてます。お前と俺は競争だよと。 ね、それ競争だからもうすごい今燃えてるの佐世保の人間はです、ね、東京に負けられない東京の人間は佐世保に負けないその相乗を生んでいくんですよだから社内競争を引き出してです、ね、みんながやっぱり仲良しだけじゃいかんとこれだけではです、ね、お客さんに対してです、ね、満足するです、ね、ものを与えられないというです、ねまあ、こういうことで東京を立ち上げたということですで私はやっぱりステップバイステップで,です、ね、ローマは一日になりませんそれと同じようにです、ね、私は 堀学長のの、ね、挨拶の中にちょっとと書かれていることがございましたグロービスは20年間ですよね、今。それで、何の実績もないときに、ね、堀学長が書かれているもの、何をしたかったですね、やっぱり教員の質を高めようとか、キャリグラムを考えたと書いてますよね、教育メソッドを考えたと、これ3つを書かれてました。それはですね、グロービスというものを作るときに、その、 受講生の皆さんをいかに満足させるかということから原点で発したらそういうことになったということが書かれてますよね。これと同じなんです。私たちもやっぱり最終的にはお客様のためになることをやってるかという原点に変えたときにどんな大きな問題でもです、ね、そこに解決策が出てきます。もう迷うことはないですよ。これはどうしたらいいんだろうと思う瞬間はですねもう元に戻ってみたらです、ね、お客さんのためにやってるんだろうかとそれをね自分が変えてみた時にですね 答えが出るんですよ、どんなにクレームがあって,てもですね、で、それは何億のお金がかかってもやらなきゃいけないときはやらなきゃいけないんです、まあ、そういうですね、やっぱり起業家精神っていうのは、日本の文化の中にもっと企業文化の中に取り込んでいかなきゃいけないと僕、思うところありますよ。で、今ですね、こんなこと言ったらお叱り受けますけど、給料の問題がありますよね、じゃあ、安倍さんがですね、行きました総理がね、大企業さんに、給料少し上げてくださいと、そう思いますよ、株が上がって、ですね円安でと、我々はちょっと大変なんですよ、逆に。 円安になったら、輸入品が多いですから、逆に値上げ、値上げ、値上げ、もう海外で作っているものが多いですから、これは逆風です、本当に。でもそれは受け入れなきゃしょうがないですよね、あるものは受け入れるとかスタートしないと、それを理由にさって、何にも変わってきませんから、だからそれはそうなんですけども、やっぱりそうですよね、私はあの今言いますように、元に戻らないって話をして、ですね64になったときに、この公園の中で1回ぐらいにあるんですよ、戻らないことが。すみませんね。 ちょっと元に戻すの大変だっていう話なんですけどでも私はあの本当に同じことを言いますけどもあの皆さんあの頑張ってください45歳で始めた私がテレビショッピングの世界今45歳の方がいらっしゃいますかこれちょっと手分けていただけますか45歳の方あできますよ今からいや本当にできますあの人生って私も51年とか言ってますけどねもう仕事の前線には前面には立ちませんけども 生き方は本当に前向きに前向きに僕は生きていこうと思ってますんであの皆さん、本当に頑張っていただければと思いますそして自分がやってる中で今、最近ですね社員に言うんですけどね悩むことがありますよ社員がね社員が悩むんですけどもそれはですねあんまりあの大したことで悩んでないんですよ皆さんの悩み解決法を最後に僕1つ語らせてください悩むでしょうどうしたらいいかってったらです、ね、悩んでいることを書き出すそういうことをなさる方はいらっしゃいますかこの中で。 実行僕とかバーって書くんですよ。悩みが百あってもですね、百書いてください。一番大きい悩みを一つ消したらですね、悩みは九十パーセント消えます。だから結構ね、とらわれてるんですよ。自分の悩みがいっぱいあると思ってるんだけど、ビジネスの悩み、仕事の悩み、それもあるんですけども、もう絶対にね、そこの部分はですね。その消去法で言ってね、一番大事なものを消していったらですね。恋愛の悩みで悩んで、そこ消したので、解決しますから。まあ、解決が難しいとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども。 まあそういうふうにです、ね、解決の仕方はいろいろあると思いますそして原稿がないですからそうこれは言わなきゃいけないと僕思ってたものがです、ね、あと6分でしゃべります50分までいいですよねこれはです、ねあのー、上司の方いらっしゃいますよね,ね部下がいるという方で、まあ、この起業する方もいるけども起業の中で社長を目指す方もいらっしゃいますその方にとってです,、ね、すごく大事なことが今ありますそれはです、ね、今テクニカルスキルとか言いますよね技術のスキル でスキルはやっぱり、えー、パソコンをうまく使うこともできなければ、ね、エクセルがうまくなければ仕事もうまくやれないと評価が下がるでしょうそしたらこのライフスキルという、ね、人の心を感じる力やっぱ同僚と仲良くするとかですねそれもその人の力ですよでお客さんが何を言ってるかを感じる力、まあ、こういうです、ね、ライフスキルテクニカルスキルがあるんですけどね、まあ、グローベスで皆さんが勉強なはって 学問を習っていろんなものを学んでいく中で私はさっき堀学長と話したときに本当、同感だと思ったとが1つあります。それは私が今から申し上げる3つ目のことこれはですね今からの指導者とかですね今からの経営者で必要なのはオープンリーダーシップと思います。どんなにですね学問をしてもですねそれがなかったらですねやっぱり人をね感動させることができませんオープンリーダーシップとこれは伝える力になるんですけども夢を語る部下に夢を語る。ね これ子どもさんにでも夢を語るお父さん、お母さんは子どもさんは絶対に成長しますよだから、本当にですねその語れる力というのをですねもうやっぱり養わなきゃいけないだから、た多分グロービスに入られたらですね発言しなかったら卒業できないんだというお話もさせていただいたんですけどもあのカルロス・ゴーンさんが書いてます採用の時に自分の言葉でですね自分の意思を発言できない人は採用しないっていうことをおっしゃってるんですよ。どんなに優秀でもダメでもす 私はやっぱり自分が思うことをそれは間違ってもいいんですどんどん発信していく力というのがね大事だと思いますよでも最近はですね IT が進んだらですねメールで飛ばすでしょだから若い、ね、子どもたちもですね言葉で出さなくていいからですね語ることが苦手になっていますだから今度は語らなくなったら人間何が出てくると思います表情がね出てこないんですよ顔の表情がだから私はテレビの前に立つ時には はい言葉が喋ってますけど目がしゃべる顔がしゃべって指がしゃべるすべてがしゃべるんですよだからテレビを見てこんなちっちゃいでしょうって言いませんこんなちっちゃいデジタルカメラってこう指さすんですよこうしてでこう指をこう振るんですよだからすべてのねもう体全体でその商品を紹介するっていうね これはね、パフォーマンス学っていうのがありますけどこれと同じなんですけどやっぱりオープンリーダーシップは絶対、ね、勉強になった方がいいと思いますその一番近道が多分ね、このグロービスの福岡高校,福岡高校かもしれませんちょっと僕はね、宣伝を頼まれたわけじゃないんですよまあ後ほどと,にかくちょっとお話の中でもまたね、話させていただきますけども、でも本当にね、僕先ほどお話してまさしく同じ共通するものがあるというふうに思いました、まあ あの本当に戻し戻しの話でございましたけどもあの皆さん、夢を持ってくださいもう人生で遅いということはありませんそして夢を持ち続けてくださいそして毎日毎日努力をし続けてくださいで自分を信じてくださいでも信じすぎちゃだめです自分に足りてないものはどんなに偉くなってもですねどんなに年を重ねても常に謙虚にそれを変えるという勇気がいりますこれがなかなか人間できないねえ もう自分はですね後輩から言われたと指摘されれば変えなきゃいけないてこの勇気を持った人は必ず僕は成功すると思いますまああのこういう話でちょっと短い時間ではございましたけども本当にご清聴ありがとうございましたまたねたくさん話したいことあるんですけどもあの時間がありませんのでこれで終わります本当にご清聴ありがとうございます